うん、あ、寒い、よいしょよいしょ、トゥトゥルトゥルトゥトゥルトゥウェイロ、どこまでも連れてくる。なんだもうこのプクプクシール、あ、ダメだそれ、なんかネイルに使うんだと思うんです。シェ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 、寒っ。ありがとう。よし。そう、昨日前髪切ろうと思ったんだけど、忘れてたんですよ、前髪切るの。うわ、ミスった。ちょっと長すぎるから今でも結んだらこんぐらい、ん、結んだらこんぐらいになるんですよ。だからどうしようもない。よいしょよいしょよいしょ。ポヨン星人さん、コンペットありがとう。マサルさん、またありがとう。プリミン、なにこれ、ネジバネ、なにこれ、ありがとう。グーガーさん、100回目の方もありがとう。これからも見に来てください。一番上に向かってます。携帯を手にしたらちょうどみこのシート、ありがとう。トゥ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 、ちょっと今から髪の毛を紹介していきたいと思います。あの、今日はあの練習さんがあるので、ちょっとやり方を紹介します。いつもおみやがやってる髪の毛のやり方を紹介してるので、ちょっと待ってください。めんどくさん、コンベートありがとう。ちゃんとさん、コンベートありがとう。クリミーハントありがとう。こんにちは。スバルありがとう。飛行星さんじゃなくて、なんだっけ、なんだっけ、ありがとう。今広島市内にね、今日雪降ってるらしいね。目が痛い。こんにちは、カイさん、コンペットありがとう。明日話し、明日待ってます、お話し会。君という花と僕という花と、なんかさ、 X とかでなんか卒業、高校卒業とか書いてるじゃないですか。高校の日みたいな、卒業の日みたいな書いてるけど、みーは今まで卒園と小学校卒業しかしたことなくてさ、いいんかなと思って、それでもいいんかなと思ってさ、ちょっと投稿どうしようかなって。でも今日はミニーの日らしいので、ミニーちゃんの日です。ミニーちゃんについてしようかなと思います。こんにちは、3月は僕と1回目に、え、本当に待ってます、ラペチーナさん。皆さん、僕の太陽公演1ヶ月半ぶりぐらいにね、出させていただくので、絶対楽しませるので待ってます。一般販売してるのかな、3月の12日、待ってます。クワトロで、のべさん、ハントありがとう。あてさん、コンペットありがとう。コンペの代わりにメロディーよ、花束の代わりにメロディーを。よし、いいな。髪の毛はいつもここと、あれ、ここが必要です。で、これもこっちが必要で、ここを私もちょっとね、もう目ん玉がめっちゃ痛くてどうしようもないんだよね。ちょっと長い
ちょっと難しい。ちょっと鏡見てやってこよう。ジャクソンさんコンペットありがとう。うまっ。もう前髪が目にかかって仕方がないね。1年前の卒業ね、卒園とかしかない。卒業式の時にあんまり写真撮ってないんですよ、小学校の時の。最近ちょっと分かんない。ユンドクさんコンペットありがとう。中学校生活もねあと1年間あるので。ケンボーさんコンペットありがとう。ヒーターはね大好きなんです。まあね、ヒーターにね直接言えるわけがないよね。いつもさヒーターに強く当たってるからさ。そう、うん、急に言えないよ。言いたくないよ。イキミンコンペントありがとう。ケンボーさん、エレベンさんありがとう。宿題ご時間できましたか。いつですか。いつの話か。アイジさんありがとう。じゃあちょっと待ってください、取ってきます。まずゴムが2つ必要なんだけど。よいしょ。したらケープ、あ、櫛を持ってきます。もうエミ、櫛さ、どこ行ったかいね。どこ行った。正解は中入ってるかな。櫛ないんだけど、私の櫛がない。いい匂いするんじゃけど、待って待って待って、よいしょ、ういてててよいしょ。ハヤジタンハートありがとう。こっちか。髪の毛大変なんだよね。いつもエルミューのポニーテールをちょっと紹介していきたいと思います。まずはここをね取るんですね。ここが大事なので、この毛をまず取るんだよ。うまそう、やば。どんどん目が太っちゃうよ。こんな感じです。こことここを均等に取れたら OK。ちょっと今鏡見て取ってきたから OK なんだけど、この取るのにめっちゃ時間かかるんですよ、いつも。なんか、何？ 3 分ぐらい、これで。ちょっと、もったいなくしちゃうので。いてててて。よいしょ。さっき部活が終わった。お疲れ様です。大
大変やね。よいしょよいしょよいしょ、こっちもよいしょよいしょ、いてててて、健坊さん、だるまありがとう、ペンニャン結婚してありがとう、コンペットありがとう、しんさん、いてててて、小判ありがとう、だるまもありがとう。あのね、みんなに反抗期って言われるんだけど、もうね、ママからのも言われたんですけど、反抗期終わりました。あの配信、前の配信見てた方は分かると思うんですけど、なんかママがね、確かにもう反抗期終わったねって言ってたので、もう反抗期終わりました。私長いようで短かった反抗期ですね。ミユの反抗期の最初は、いつだろう、いつから始まったんだろうね。反抗期っていう反抗もしてないけど、小、中1かな、中1になんか自分で自覚した反抗期が来て、そっから中2の途中で終わりました。25日のアクスタの、ミユのアクスタのキーホルダーありがとう、タオルも買ったの、嬉しいです。ちょっと髪の毛がちょっと後ろやばいんですけど、これはあったから、新さんに後ろのし、ありがとう。よいしょ、こうしてだいたい形ができたら、ちょっとご飯をね、避けて、できたらキープ。あれ全然入ってない、どこやったの。もう全部用意してない、寄せるカバンじゃん。ない、あった。ケープ、いや、いつも黒ケープ使ってます。ないですね、これ、開けて、寒くない。なんかね、ミユの家があったかいんですよ。今日あったかくない、でもだからまだ外に出てないけど、わからないけど、外にまだ出てないから、ミユんちは結構ね、寒がりの人間が多いので、暖房をめっちゃずっとつけてるからね、あったかく感じるのかな。よいしょ、はあ、マーサーさん、ほら、ありがとう。ちょっとね、あのね、しっかりね、パシッとしたいので、めっちゃケープします。これは学校行くときもだし、いつもですね。学校はなんか体育のときはさ、やっぱさ、嫌じゃん、動くの。髪の毛がぐちぐちになるのがめんどいから、直すのがね、めんどいので、体育ある日は絶対やるかな。君という花と
僕という花と。この時のポイントになってくるのがここをね、あのサイドをこうやって入れ込まないようにすることですね。入れ込んじゃったら固まるので、もうケープしてるから固まっちゃうから逃げないようにちゃんとしていきます。よいしょ、こんな感じでですね。アニバルさん、あとありがとう。中曽根さん、コンペーターありがとう。昼ご飯は今から食べるんだけど、ちょっと時間ないかも。ワンちゃん車食べる。平次さん、コンペーターありがとう。よいしょよいしょよいしょ。こんな感じ。もうちょっと高くしたい。で、よいしょ。奈良駅さん、ネジありがとう。んぐらいかな。小太郎さん、100回目のもありがとう。高山君に可愛いありがとう。ほんとに。ダーバーさん、100回目のもありがとう。これからも見に来てください。よいしょ。やばいやばいやばい。こんにちは。テンさん、ハットありがとう。君という花と。今日はね、メイクしてないけどね、ちょっとやばいですね、顔面が。ベロクロンさん、ほらありがとう。んぐらい、もうちょっと上。いいか。そしたら後ろの髪の毛の下の部分をうううううってやって、よいしょ。こんにちは。ケープ、そう、なんかケープにも段階があって、このケープの種類はあの水色とか紫とかがあるんだけど、黒が一番強くなんかなるやつなんですよ。強くケープしてくれるやつで、もうガチガチみたいな、ワックスレベルじゃないけどガチガチみたいなって感じですね。よいしょ。ワックスしちゃうと髪の毛が痛いんじゃないんですよ、まあ、ケープもしたら髪の毛痛むけど、ちょっとね、ワックスは体操の時の大会の時とかいつもやりよったんだけど、もうね、ちょっとね、やばいことに気づいたから。雪降ってます。そうなの。外は雪が、本当にいいんじゃけど、外さ、バリ寒いんだ。やばいじゃん、バリ寒いって。んぐらいかな、ちょっと上かな。よいしょ。これをいつもねやってるからね、ちょっとこんな感じかな。ってやったら、あれ、よいしょよいしょ。2個使って結んでいきます。よいしょよし。よし、終了。あ、まだ全然だった。そしたらちょっとだけキュッてやって、キュッてやったら他のところがぐちゃってなるからあんまりしないんですけど、よし。したら
もう一個使ってやっていきます。これも適当で、よいしょ。こうしたらより硬くなりますね、固定が。一面雪、ビッグウェブさんだるまありがとう。コウジさん100回目の本もありがとう。これからも見に来てください。そしたらアイロンの準備、コンセント、よいしょ。だいたい135度ぐらいでいつもやってます。西川さんハートありがとう。もう昔は180度とかでやってたんだけど、最近までけど、もうマジで髪の毛痛むから120度がいいって言われたんですけど、120度はちょっと力がないので、全然熱量が少ないからあんまり120度ではやってないですね。その間に温まる間に、あ、温まりましたしたらちょっととか溶きます。後ろはね、よいしょ。ソルさんコンペットありがとう。ドラヤキさん、何これ、これ何なのかな、ありがとう。ガッチリ固定、ケープは黒、よいしょ。でちょっと全部だいたい串が通ったかなってやって、ドラヤキさんコンペットありがとう。今さ、これ鏡一個も見てないっけさ、この画面越し、配信の画面越しで見てるからさ、ちょっと結構ね、これボサボサかもしれないんですけど、まあまあそういう時もあるよねって感じで。本当にね、後ろは、よいしょ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 っと、で、今日は髪の毛内にしようか、内にしていきたい。そうです。これは結構3本ねのスポッターさんコンペターありがとう。ここも結構適当でいいかな、こんな感じ。いいか、なんでもいいや。3本ねのスポッターさんコンペターありがとう。金塚さんコンペターありがとう。お久しぶりの、お久しぶりです、ありがとう来てくれて。よいしょ、まあまあまあ、後ろはあんまり気にしてないんですよ。後ろが大事なんですけど、ポニーテールってあんまり、まあ、いいかなって感じ。たら一回ご飯食べます。めちゃめちゃ疲れるよ。あ、ちょっとオッケー、コンピューター食べたいね。ヨマイクさんコンピューターありがとう。ちょっとこの毛やばいけど、あ、いや、ガスと手を広げていいね。いただきます。こんな感じです。うまそう。
ヘアポンタさんありがとう。何バネこれネジ。ヘアポンタさんコンベットありがとう。それと中にこっそりいいね。こんにちは。たまおにやさんほらありがとう。ゆかりめっちゃ好きなんだよ。と猫は猫で猫さん本も100回目の本もありがとう。あついさんコンペットありがとう。だから一番重要なここまず軽くまっすぐにします。こっちもまっすぐにします。そしていつも何回もやり直してるんですけど、大失敗ですね。まあ一回どっちもやってみて決めます。形をどっちに揃えるか、どんな感じにするか決めます。大失敗しちゃうんだけどどうしよう。よいしょ。ちょっと上が全然くるんってなってないから、してよいしょ。まあまあ、ね、で全然ダメ。ちょっと後でやる。ガチガチに結ばないとね、あれなんですよ、動いちゃう。ちょっとぐちゃぐちゃなのはまた後で直します。180度ぐらいだったんだけど、髪の毛に良くないからね。
れてるよ。ナグライダーさんコンペットありがとう。全然サラサラじゃない。ガチガチケープでこうやってやってるからもうここら辺がね固まっちゃって、ちょっと全然櫛が通んなくなっちゃうんですよね。毛量があと多いから、あと髪の毛のねこうやるじゃないですか、ほら長さがね全然違うんですよ。ここほらやばいよね、全然長さやばくない、これとこれ差が。タミさんは近くにいないよ、ご飯食べてる。大丈夫じゃないよ、みーも。りっちゃまに会いたい。みーもりっちゃまがいないのはめっちゃ寂しいけど、りっちゃまが決めた道だし、会いたい会いたいとか、なんでりっちゃまとか言ったらりっちゃまが余計ねうんってなっちゃうからと思ったから、みーはあえて言ってないけど、みーも本当に寂しいよ。いやね、チャーン定食さんあとありがとう、皆さんあとありがとう、ダースウィーダーニャさん200名のもありがとう。こんにちは。こっちか。こっちどっちがいいと思いますか？みえの最近はこっちなんですよ。あららら、ちみさんバラありがとう。おのぴ魔法使いのくまちゃんありがとう。そろそろ配信終わろうかな。よろしくね、うん、ありがとう。明日待ってます。飼い主さん、はじめまして。買い物行ってきます。してらっしゃい。次の日、終業式。
はよう。タンタンさん、コンペイトありがとう。 M さん、ハートありがとう。レッチの招き猫さん、ハートありがとう。ライオンハートリチャードさん、はじめまして。アツシさん、コンペットありがとう。ミーさん、ピーさん、ライトありがとう。アツシさん、ハートありがとう。10分だったら配信やろうかなと思います。アツシさん、ハートありがとう。明日はない、楽しみ楽しみ、ありがとう。イケミンさん、ランプありがとう。明かりをつけましょう、ボンボイリー。今日は楽しいひな祭り。ぼんぼりって、あ、そういうこと？明かりをつけましょう、ぼんぼりってライトのことなの？ん？そうなんだ。あ、ぼんぼりって、あ、これか。ぼんぼりありがとうって言わないといけないってことか。ひなは、おひなさんは飾ってないね。一つまんだ、ありがとう、教えてくれて。よし、どうですか、だいたい、あ、ここが跳ねてますね。ちょっと、熱い熱い、危ない。よし、どうだ、うんうん、いい感じ、全然だけど。よし、したら最後にちょっと離れて、よいしょしたらラスト、ここをねしっかり巻いていきます。え、ねえ、全くうまくいかない、どうして、ねえ、どうして、よし、まあいいや、後でやろう、準備していきます。13位ジャクソンさん、12位ビョンドクさん、11位エジタン、10位プロンセージンさん、9位ヤポンタさん、8位ユニア、7位チャンタさん、6位アトシさん、5位ユケミン、4位ゲンボーさん、3位シンさん、2位オナピ、1位アスバルでした。配信見に来てくれてありがとう。ちょっと10分に終わるとか言ってない、全然終わるの遅くなっちゃったこんにちは、よし、じゃあ配信終わりますね。飼い主さん、ほら、ありがとう。じゃあねー、また会おうねー。参考になりました？髪の毛バイバーイ。